こんにちは、こんばんは、今日もね、ドールズオーダーやっていきたいと思います。はい、今日はシーズン最終日ですね。はい、僕はね、多分これ L1 に上がるのはちょっと厳しいと思うんですが、まあすごい楽しいシーズンでした。はい、ということで、シーズンを振り返る動画にしていきたいと思います。はい、では、先にね、スペシャルガチャがちょっと溜まったんで引いていきます。はい、狙いはパラメディスちゃんですね。うん、しっかりと引いていきたいですが、まあ都合よくはなかなかね引けないんでね、頑張っていきましょう。うん、しかしまあシーズン結構頑張ってやってみて思ったことは、なんか切断とかが全然なかったなと思って、うん、なんか全然少なくなったなと思ったんで、もうすごくいいことだなと思いました。はい、いや、すごくなんか楽しめるシーズンでしたね。はい、ただなんかタイマーもあったし、そこら辺はどうなんだっていうことだったね。うん、まあ、タイマーありならタイマーありでね、しっかりとそういうところをなんかこう区別してやっていた方がいいと思います。はい、でまあ楽しかったです。はい、さあ、そうそういうことね、シーズンで戦ってくれた方々ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、いやもう全然ね、なんていうかな、最初ラインとかはもう本当リハビリだったんで全然うまくできなかったですが、はい、非常に楽しかったです。はい、で言ってるうちに全然何も聞かない。へ、やばいね、おい、いやどう違うんだろうな、今金だろうね。モルガンさんめちゃくちゃ出るね。フラグはね大体あるんだよね、新しいのはないんだけどね。はい、こんな感じですね。まあ、モルガン様が非常に出た感じ。うん、じゃあと2回引いていきます。で、メモリもめっちゃ溜まってるよね。溜まってんで、また新キャラ来たらガッツリ引いていきたいと思います。はい、そうだね、しっかりとまた新キャラが来ればガッツリ引いていく。うん、あー何も出なかった。だがですよ、まだあるんですよ。確かね、これ、星4以上があるんでね、引いていきます。できれば星5が欲しいですね。さあどうだ、パラメです。どうなんだろう、今の終わったか。あールーカンちゃん、うん、はい、シーズンガチャはこんな感じですね。じゃあ今からアリーナやっていきたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。それでは本日の対戦に行きたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。はい、まず初戦はアーサーですね。うん、アーサーね、めちゃくちゃ火力高いんですよね。うん、それを生かしてしっかりとコンボを当てていくことが大事になっていきます。はい、なのでまず起点になるですね、スキル2のレーザー、これをねうまく当てて相手をひるましていきましょう。ひるんだところにスキル3ですね。はい、でここにね、スキル1があったら、うまくスキル1を組み合わせていくと結構火力が取れます。はい、こんな風に相手の逃げ道をなくしながら突っ込んでいく、こんな感じの動きがね非常にアーサーは強いです。はい、火力が高い分やっぱりね柔らかい部分があるんでね、うん、そこら辺はしっかりと考えながら動いていきましょう。うん、やっぱりね相手にコンボされると結構削られちゃうんで、そこもちゃんと避けながら戦っていきましょう。ただこの火力ですよ、この火力で押していけるんで、まあ、うまく立ち回っていきましょう。さあドライバー当たらねー。ドライバーストね強いんですけど、いや本当にうまく当てないと当たんないですね。はい、まあ、僕が全然下手くそなだけなんでね、うまい方多分綺麗に当てると思います。はい、あとはねやっぱり片手剣のキャラクターはね通常攻撃がね結構強いんですよ。なので、通常攻撃を結構入れてあげるとさらにね火力が伸びます。はい、うまくね当てていきましょう。はい、スキルが切れても通常攻撃をうまく振りながらいくといいと思います。はい、さあ行きましょう、一気に攻めていきたい。マーリンはねあんまり時間かけたくないんだよね。やっぱり自分で回復できちゃうし、かなり厄介なキャラクターなんで、なるべく落としていきたいですね。しっかり追撃していきたい。うん、がっつりと捕まえて、あーやられてしまった。はい、ちょっとやられちゃったね。やっぱね強いね。うん、マーリンはね強い。うん、では、ゼロランでいきましょう。はい、倒していきました。ゼロランも強いね。うん、なんか火砲とか情報とかあったみたいですが、ちょっとね詳細ちょっとわかんないんですが、うん、ただやっぱりそれでも強いですね。ちょっとねどうなんだろう、まあバランスがすごい取れてんだよね。うん、攻めも強いし、ディフェンスタイプなんでしっかり守りも硬いし、うん、なのでまあタイマンは結構やっぱ性能高いね。まあ、自分でガンガン追っていくキャラクターじゃないなとは思います。はい、なるべく待って相手が凍ってくれたりしたらガンガン攻めていきたいんですが、うん、なかなか攻めれないね。イゾルデちゃんなんであんまり不用意に近づけないんですよ。ビリビリでやられちゃうんで、
なかなか攻撃 OK 当たっていくが凍らない。凍ってくれたらねガンガン攻めていきたいんですが、なかなか凍るまではいかないんですよね。これが難しい、タイマンの難しいところですね、ここは。うん、なかなか攻めれない。ちょっと押していくんですがタイムアップでした。はい、それでは次の対戦に行きたいと思います。それでは次の対戦に行きたいと思います。アイカスさんよろしくお願いします。次はケイちゃんで行きます。ケイちゃんもしっくりきてるんでね、しっかり、使っていきたいと思います。はい、お相手のさ、あのモルゴースちゃん、この槍のモルゴースちゃんめっちゃ強くない？なんか火力がすごく高くてめちゃくちゃ強いなと思ったんだよね。で、これ僕あのやってない時の新キャラなんだけど、いや強かった。はい、ちょっとねまだあんまり相手の技を覚えてないんで立ち回りすごい難しいなと思うんですが、はい、とりあえず距離を取っていきたいと思います。はい、あとは白鳥ちゃんですね。白鳥ちゃんはスキル1のこの毒玉が非常に有効なんで、うまく当てていきたいと思います。はい、いやー予想見したらやられちゃうんだよね。はい、なのでしっかりと距離をキープしながら攻めていきたいと思います。ちょっとね相手に痛いのをねしっかりあの動きを見ながら攻めていきたいと思う。うん、まああの不意打ちもしっかりかけていくとね結構ねいい感じでいけると思うんで、まあ、ここはちょっと逃げていきます。ちょっとアイカさんをうまくサポートできなかった。はい、でもアイカさんが結構前に行ってくれてるんで、後ろから後方支援でねガンガンあのお相手の邪魔をしていきたいと思います。はい、お城取り来たんでしっかりと対応していきましょう。うん、ここジャンプ。はい、いや倒せねー、硬いんだよねちょっとね。で、お、あ、アイカさんナイスです。アイカさんがねしっかり黒老炎ちゃんで取っていってくれたんで、ここはちょっとしっかりとサポートしていきましょう。うん、いや黒老炎ちゃんめちゃくちゃ火力高いよね。うん、やっぱナックルのキャラクターはかなり、火力取れますよね。うん、僕はね持ってないんでねちょっと羨ましいなと思うんですが、はい、まあ、ちょっとこの羨ましい、うん、まあ引きたいまた次来たらね引こうと思います。はい、お相手ガヘリスちゃんですね。この子ね僕ガチャで引いたんだけど使ったことないんだよね。はい、なのでどういうキャラクターかちょっと分かんないんでごめんなさい。はい、さあここはねアイカさんがガンガン前に出てくれるんで、僕は後方支援、ひたすら支援。はい、同じ敵を狙う、 OK です、任せてください。でこれねすごいいいですね、こうチャットで同じ敵を狙おうとか言ってくれるともうめちゃめちゃあの動きが合わせやすい。はい、なので、まあ、しっかりとここはあと1体落としていきたいと思います。さあしっかりいきましょう。さああとちょっとなんだよね、ここはもう毒らせて毒玉で倒していこう。はい、倒していきました。アイカさんありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかった。それでは次の対戦に行きたいと思います。はい、それでは本日最後の対戦動画に行きたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。最後はね水着ランスロットちゃんで行きたいと思います。この子強いんだよね。火力が高い。はい。で、なんだっけ、あの、スキル2のね、遠距離攻撃がめちゃくちゃ強い。うん。なので、この遠距離攻撃をうまく当てて、スキル3のこの、はい、サーフボード、これめっちゃ高いんで、攻撃力高いんで、これをうまく当てていきたいと思います。で、アイカスさんがね、あの、ドレスルーカンちゃんでね、しっかりサポートしてくれるんで、ガンガン、攻めることができます。はい。頑張っていきましょう。さあ、ここで、槍のモルゴースちゃん来ましたね。はい。ただ、スキル2のね、この遠距離攻撃がすごい強いので、うまく逃げながら当てていく。で、ドライブバーストもこれ強いんだよ。うん。あの、相手をずーっと追っていくんだけどね、これほんと強いんでね、うまいタイミングで出すとね、結構火力が取れます。はい。さあ、ここヘラビーちゃん来ましたね。ヘラビーちゃんめっちゃ使ってたら面白いんだよね。うん。ただ、やっぱ、敵になるとかなりきついんで、まあ、しっかり落としていきたいと思います。はい。浴衣のビビアンですね。浴衣ビビアンもあまり僕戦ったことないんで、ちょっと詳細あんまりわかんないんですが、ちょっと今からまた慣れていきたいと思います。はい。で、はい。ちゃんと慣れてったらちゃんと実況していきたいと思います。はい。さあ、ここはヘラビーちゃん行きたいですね。あー、やられた。ごめんなさい、カスさん。やられちゃいました。次のキャラクター行きたいと思います。こちらもヘラビーで行きます。はい。
まあ、あの遠距離キャラとかいたら、この子で一気に詰めてって、攻撃していきたいと思います。はい、やっぱスキル1が優秀ですよね。がっつり追っていくし、あとはスキル2だよ。スキル2もすげえ強いしね。はい、ヘラビーほんと強いです。はい、結構やっぱ対応できないよね。なかなかこの子敵になるとすごくやりづらいですよね。うん、僕もやっぱ使ってて思うんですよね。この子なんかすごい嫌がらせ強いなと思って。うん、まあなんか対処法とかあったらぜひぜひね紹介していきたいと思います。はい、うん、強いて言うなら、まあ、ちょっと火力がないことぐらいですよね。うん、やっぱアタッカーじゃないんで火力がないことぐらいなんだよね。あとはね本当にバランスよく強い。うん、ドライブバーストも強いし、うん、持ってるスキル強いしね。はい、これは僕は敵にはしたくないですね。自分が使ってていいけど敵にはしたくない。はい、ということで本日の動画は以上になってます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。また次回もご覧ください。